枯渇してるよ。これでカーボン入れたらどんな感じになってしまうんだ。楽しみすぎる。お米ちゃんが、お米ちゃんを準備しています。明日のカーボアップに向けて、やっと食える。何これ、めっちゃ輝いてんじゃん。美味しそう。こっちも買ってきたよ。たくさんカーボー焼き芋ちゃんに、おはぎ大好きなカーボー。何これ、うわー、やばい、匂いがうまそうすぎる。これはやばい。おはようございます皆さん。やっぱり全然寝れなかった。もうダメだ、匂いに頭がやられてもうお腹すいたです。食べたい食べたいでもうね、本当に全然寝れませんでした。現在4時、これでも頑張って寝ようとした方だ。ダメだ、もう体が枯渇しすぎて、もう炭水化物を求めすぎて、もうね本当にね寝れない。今日食べれるそうな炭水化物並べていっちゃおうかな。たた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 、まだ一番最初はお米になります。どうしよう、紅はるか。昨日ねもうね匂い嗅いでからもうね頭がもうね芋だらけになってね、ここの蜜、蜜よ蜜、割っちゃっていいかな。すげえ嬉しい。罪でしかない、やばい。和菓子とか甘いの超大好きだから、もちあんこや、食べたい。まだ食べられない、まだ食べられない。お団子が好きすぎて、ほらお団子が好きすぎてさ、すごいことになってるよこれ。全部ね、ちゃんと冷蔵庫にね、しまったからね、大会後までバイバイ。それでは皆さん、最後の地獄のサーキットトレーニング、7種目70セット頑張っていきたいと思います。ジムに行ってきます。さあこの1回のためだけに入会したの。約2時間のトレーニング終了です。やばい、減量末期プラスサーキットトレーニング出し切りすぎて道に迷いました。携帯もね、僕今 SIM カードなくて、海外から帰ってきたから電波がね、インターネット Wi-Fi があるところじゃないと通じないっていう。どこやろここ。なんとか自力で着きました。ラストトレーニング終了。地獄のヒートトレーニング大会の1日前に、はぁ、2時間出し切った。もう体が本当に全身枯渇してるよ。こんなにパンプすんのって思うぐらい血管も出てね、バチバチに。この体でカーボ入れたらどうなるのって感じですけどね。本当に。この後カーボ入れた体、めちゃめちゃ楽しみなんやけど。どんな反応するんやろ、むくまんかな、ちょっと心配やけど。いい感じで反応してくれへんかな。バックポーズ。こんな感じです。ありがとうございます。お願いします。山先生。ふぅ。見て、これ。サーキット2時間終わって、シャワー浴びたらもう枯渇しすぎてすごいことになってるよ。枯渇に枯渇を重ねて、ここからカーブを入れたらどうなるってしまうんだ。結局ね、これ、あんまりそんな甘いものとかはあんま食べれないんですけど、これを1日かけてゆっくり食べていきます。うわ、これ40日、40日ぶりだよ。やば、待って。
うまーい。嘘。ちょっと、もうちょっと泣きそうなんだけど。辛かった。こんな許されへんかったもん。待って、やっぱ、うわ、いいんだよね、これ食べて。本当に餅、うますぎる。じゃがいも、ちょっと匂いがやばいんだよ。あ、おいしそう、ちょっと待って、やばいって。待って、めっちゃにやけてまうわ、これ。うますぎるんやけど。うわ、やばいね、これ。カーブ入れてまだ30分ぐらいしか経ってないんですけど、だいぶ体張ってきた。お腹も張ってるけど、すごい。今ね、ハイパーナイフ来たんで、ちょっとね、これちょっとどんぐらい変わるのかっていうのをちょっと今見てもらって、ビフォーアフター出しますから、お願いします。見てください、皆さん、これすごくない？全然違いますよね。この腹斜出てる感じと下腹部もまあ悪くないでしょう。糖質取ってない割に、バック。まあここがね、やや余ったけど、まあこれはでも結構ほとんど皮になってるね。水抜ければ大丈夫かなっていう感じ。あ、ですか。うん。まあね、絞りはね、85点か90点ぐらい。あ、ほんですか。うん、前回より落ちた。前回、いやいや悪くない。前回同等ぐらいかなって。あ、ほんですか、うん。悪くないよ。あ、よかったよかった。うん、今からね、カラーリング大阪に向かうんですけど、兵庫県の大会で大阪でカラーリングがあって、それ8時からなんで、カラーリングの後はね、もうね、シャワーとか浴びられないんで、今日は、今もうまだ2時半とかぐらいなんですけど、半身浴を、まあ、して、汗を出して、で、からの状態でカラーリングに向かいたいと思います。もうね、糖質を取りすぎてね、結構ね、しんどい。パッキングになります。持っていくものを、どれにしようか迷い中。それでは皆さん、いざ尋常に会場に向かいたいと思います。もうね、カーボの量が多すぎてね、結構食べれる、食べきれるかなって感じなんですけど、頑張って食べきります。ちょぼちょぼですけど。大阪に到着しました。あと30分ぐらいで到着します、カラーリング。はい、ということでカラーリングも終わって、いよいよ本当に明日でございます。このカラーもですね、今から乾かしていくんですけど、やることたくさんあって、ちょっとね、動画出すの遅れるかもしれないんですけど、頑張って動画今日もね、なるべく頑張って多分上がります。皆さん楽しみにしておいてください。明日も動画上がります、楽しみにしておいてください。本当にね、ここまで長い道のりでした。2ヶ月3ヶ月ぐらいかな、減量始めて。大変でしたけど、ここまで来ることができて、本当に皆さんが応援してくださって、来たからここまで乗ることができました。明日全力で楽しんで頑張っていきたいと思いますから、皆さん楽しみにしておいてください。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。City